まあ、正直なレビューをちょっと申し上げたいと思います。もうこれネタバレ注意なんで、見たくない人はもうすぐ次の動画に行っちゃってください。マジで共感してほしいんですけど、もう曲の使うところ絶対に間違えてる。なんか頼ってる感じがした。なんかわかる、これちょっと感じてほしいな。わかる人おると、おる見てほしい、共感してほしいな。はい、皆様こんばんは、なおやです。今日もよろしくお願いします。ということで、僕今銀座の歩行者天国で座ってます。なんでみたいな、なんでみたいな思うかもしれないんですけど、これからちょっと聞いてください。本当に急遽3代目のライブに行けることになったんですよ。もう嬉しい、本当に。そう、やばい、会えるっていうことですよね。はい、そういうことです。あ、じゃあ元々さ、2、3、4ってさ、僕仕事だったんですよ。で、4は夜勤で、2、3は仕事だって、土日のライブって開演時間が早いから、まあ、絶対に間に合わんから無理やんって思ってたんですよ。でも行きたいなって思ってて、もうだって大阪とか名古屋行くかって思ってたレベルに本当に行きたすぎて、で、僕今絶賛仕事17連勤してて、そう、もうしんどいし、もうやばい。ちょっとやばいからちょっともう変わってもらったんですね。で、ということで今日も急遽休みになったので、だったらライブ行けんじゃんと思って、そう、チケットをブワーって探して買って、もう2時間後にはライブですよ。やばすぎる。急遽のライブほら、ほんと楽しみなものってマジでないですよ。でさ、もう楽しみすぎてさ、もう双眼鏡とか持ってきたわけ。久しぶりのライブすぎて双眼鏡の閉まってる場所わからなくて、もう家中すごいことになってます今。物がめちゃめちゃ出てる状況。帰ったら片付けようという感じで、あの今ですね、なんかちょっと若干違和感あるよみたいな、なんで携帯に喋ってんだみたいな、電話してんのみたいな思うかもしれないんですけど、さあ、僕 Amazon のブラックフライデーであのマイクを買おうと思ってて、でも忘れてたんですよ。そしたらブラックフライデー終わっててさ、買い忘れたっていうことで、でも外部での撮影本当にあのもうトラウマでしかなくて、外部の撮影で騒音、周りの音がすごすぎてボツになった動画ってめっちゃあるんですね。そう、だからもう絶対マイク買おうと思ってたのに忘れてて、もうそれも仕事のせい、忙しすぎたから、そう忘れてて、でも怖いからちょっと携帯に向かってこうやって喋りかけて、これをそっちの動画に載せてやろうと思って、そういうやり方を作ります。そう、で、なんで銀座にいるかというとですね、ちょっとあの買い物を、そう、誕生日プレゼントを買わないといけなくて、でそれを買ってから東京ドームの方に向かっていく。そう、でさ、朝から何も食べてなさすぎて頭痛いので、ちょっとこのままライブ行ったらもう絶対に確実に死ぬので、だからちょっとご飯も食べながら、食べてからライブ東京ドームの方に向かっていきたいと思います。やばい、楽しみー、やばー。ということで、こんな銀座のど真ん中で動画を撮ってるんですけれども、ちょっと恥ずかしいので一旦やめにします。ということで向かっていきたいと思います。バイバーイ。はい、ということで、水道橋について東京ドームに到着しました。ちょっと銀座でゆっくりはしないんですけど、ちょっと時間かかっちゃって、大丈夫？ちょっと時間かかっちゃって、もうギリギリです。今ですね、13時40分ぐらいなんですね。で、あと20分しかないんですよ。で、あの結局何も食べれなくて、絶賛頭痛いんですけど、この状態でライブ再戦して多分死にますね、2時間後。はい、いや、グッズとか並びたかったんですけど、なんかそんな時間ないよね。ちょっと落ち着いて席に座ってはーっていう時間が欲しいんで、ちょっともう入っていきたいと思います。全然レポになってないですけど大丈夫ですか？大丈夫かな。レポかと思って見始めた方はすみませんね。はい、もうなんかずっと僕の顔ばっかでごめんなさい。ということで、ちょっとだけちょっと周辺の様子をお送りします。ちょっとガチャあったんで1回だけ回す。ガチャやります。1回目、行きます。誰、なんでこんなガチャ出んの、誰かわかんない。2回目行きます。誰、ケンジロウとエリー、ガンちゃん欲しかったです。アクスタがいいじゃん。クリアチャームが良すぎるでしょ普通に。
はい、ちょっとあのそんな感じなんですけど、グッズを見る開演15分前ですギリギリすぎる。ちょっとグッズ見て、でもさ、ライトいる？わかんないけど、なんか欲しいなみたいなライトいるかな。買いました。ガンちゃんくださいって言ったらランダムですって言われました当たったらいいな。耳がツンとしました。おい、はい、ということで今終わりました。最高すぎたな。あ、止まってるんだ。めちゃめちゃ楽しかった。新幹線があるから。行ってよかったです。寒っ。ちょっと帰って動画回したいと思います。はい、ということで今ですね、ライブに行って帰ってきました。はい、余韻がすごいですね。帰る電車の中でも、なんか久しぶりに、そう。久しぶりに聴いた曲がめっちゃ良くて、そう、それでその曲を聴きながらそう帰ってきました。はい、ということで3年目のライブに今日はね行ってきたんですけれども、それの感想をちょっと申し上げたいと思います。あとこのキーホルダーとガチャを2回回したので、これをちょっと開封していくそうでさ、3年目のライブって僕いつ行ったんだろう。 JSBこの間の2年前かな。 This is JSB だ。 This is JSB 2021年だから、やっぱ2年前ですねのライブに行ったっきり行けてなくて、そう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 、この日だこの日行けてなかったんですよ。で去年さ、アリーナツアー回ってたじゃないですか。でもそれも32公演もしてたんですね。でもタイミングか何か合わずで、あの行けれなくて、ずっとで、今年も JSB ランドも、そう、冒頭にも言ったんですけど、絶対行けれないかなと思ってたんですけど、急遽行くことができたので、そうなんです、マジで良かった、行けて。で、僕の、ま、感想と言いますか、ま、正直なレビューをちょっと申し上げたいと思います。はい、早速、話していきます。はい、正直、な感想です。もうこれであのファンの皆様から反感を買おうが、別に僕もういいですはい、そのぐらいですどんな感じそう、そのぐらいで、冒頭もうこれネタバレ注意なんで、見たくない人はもうすぐ次の動画に行っちゃってください。はい、まず1曲目はもうもちろんあの曲だったんですよ、アウェイクニングライト、合ってますね。はい、であれついさ、その JSB ランドが始まる前にリリースされたじゃないですか。でなんか最初の始まり方がこのクラップの音だったんで、あ、もうこれ絶対これ1曲目じゃんと思ってたら、まあまあまあ、まあ、案の定それが1曲目だったんですね。で、もう久しぶりにこうライブに空間に行って、でもオープニングからちょっとこれもうやばいかもしれんと思ってたんですよ。で、The Awakening Light で3代目がこう出てきた時にもうスーって、もう涙もうね、ライブもう 3代目を好きになって、まあ約10年ぐらい経つんですけど、もうそうなってくるともうしっぽりなんですよね、もうライブもしっぽりもうこう見るみたいな、で涙流すみたいな感じなんですよ。もううえーみたいな、うぎゃーみたいなのはもう通り過ぎたんですよそのレベル。そうだからもうなんていうの、もうしっぽりこう見ながらもうこんな感じあ、出てきたなみたいな、でも涙を流してるみたいな。もう最近さ、いろいろありすぎてちょっとバッと入ってたんですよ結構。でもライブ行ってマジで元気になってっていうか、もう活力をもらえた、なんか推しの力って本当にすごいなって思ったんですねそう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 。でなんか今回のライブの特徴的なのってソロの曲を歌ってるところなんじゃないかな。そう、おみくん、りゅうじさん、がんちゃん、
エリーがソロ曲を持ってる人がみんなパフォーマンスをして、でそのソロ曲でみんながパフォーマンスするみたいな、そうそうそう、新しいなって思ったのと同時に、なんか僕単独のライブをね行ったことあるんですけど、懐かしかった。例えばリュウジのエンジェルとか、あとオミ君のダイヤモンドサンセットとか結構好きなんですよ。そうだから、あのあとアマチェンとか、アマチェンとか流れた瞬間、歌うんやと思って結構上がりましたね。でリュウジさんのエンジェルとかも上がったし、そうマジで良かったです。で僕ね、あの推しはガンちゃんなんですね。でガンちゃんのソロのホールツアーですかね、あれね僕行けてないんですよ実は。もうこれ ほんとファン失格やと思うんだけど、本当に行けてなくて、ね、本当にそれを後悔したんで許してくださいそう後悔したんですよ、行かなかったことに。なんで行かんかったんやと思って、推しのライブですよの単独、しかもなんで行かんかったんやと思って、で後悔したんですけど、今日初めてその推しのガンちゃんが歌ってるところをもう生で初めて見たんですね。で、あ、そんな感じで歌うんだってのが結構もう新鮮でした。そのガンちゃんの歌って、ま、声とかさもちろんこう音源を聞いてるから分かるんですけど、歌い方とかなんか、あ、そういう表情で歌うんだみたいなのが結構新鮮で、冷静に見てましたそうそうそう、マジで結構個人的には好きな歌を歌ってくれました。 Yes We Are とか、あとスカーレットとか、ガンちゃんの Only One For Me とか。僕今まで割とライブがあると、昔は違ったんです。昔はセットリストとかそのステージとか全く見ずに参戦することが多かったんですね。けど最近になって、最近、まあまあ2年前ぐらいかなんですけど、こうセットリストを見て、だこの曲歌うんだ、聴くの楽しみだなと思って参戦することが多かったんですけど、今回初めて久しぶりにこうセットリストを見ずに参戦したんですよ。だから一曲一曲結構新鮮だった。だって新鮮で、毎回こうイントロが流れて、うわマジか、おいこの歌みたいな、おい歌うんじゃんみたいな、そうがあったので、結構あこういう楽しみ方懐かしいなって思いました。そう最近さもうほんとセットリスト見るのが多かったから、見ずに参戦するの久しぶりすぎて、そうそれが良かったですね。まあ急遽だったってのもあるんですけどね。はい、ということで、なんかこの辺を開封していこうか。ガチャ2回回しました。まずケンちゃん山ヘズするらしいよ、ラインにね。そうケンジロウさん、あミラーになってるちっちゃい、これ何が見えるのこれで何が見えるんだろう。まあいいや、はい、これとあともう1個、これなんだろう、これなんだろう、なんかエリーよね、これエリーのなんかちょっと太めの飾りみたいな何を、やっぱさこういうのさ引き悪くてさ推しは出ないんですよ。これサムネにしようかな、こうやってサムネ、はい。でもう一個、もうはこれなんです。もうこれでガンちゃんが出れば僕はもう大満足です。もう今日ぐっすり寝れるよ。ガンちゃんマジ出てほしい、ガンちゃんこれ本当に出てほしい、お願いします。上げていきます。1500円しましたからね。え、チョッパー、ナオトさんかなねえこう見たらチョッパーかと思うじゃんちょっと光飛びしますね。10個ぐらい買えばよくない違うガンちゃん欲しかったな。ちょっと待って、ちょっとあかんじゃんちょっと待って、あれ全然開かないんだけど どうしよう、これどこに飾っとこうか、このベアリストの横にでも飾っとこうかな可愛いけどね、可愛い、はい、ということで、はい、直人さんでした。直人さんとエリーとケンちゃんです。今日思ったことがもう一個あって、もう 2,3 個、もう4個5個ぐらいあるんですけど、まあ僕が好きになってから10年ぐらい経つんですけど、ずっとそう10年ぐらい経つってイコール皆さん
皆さんメンバーはさ10個年を取ってるわけじゃないですかね。もう40のねメンバーもいれば、もうガンちゃん推しのガンちゃんだってもう34とか5なんですよ。でもあの人たちって本当にすごいですよね。全然変わらないですよね。僕もそうなりたい。なんかどういう苦労とかどういうあのケア維持してるのかが本当に知りたいです。教えてほしい。だって全然色あせなくないですか。なんなら今日さガンちゃんの髪型なんですけど、こうわけセンターっぽくしてて、で茶色で、でここでさブロックになってて、なんかこういうここでラインがこう入ってるような感じだったんですね。でなんか10年前と似てないみたいな、そうあの時のガンちゃんっぽくないみたいな感じになったんですよ。全く変わらなさすぎて本当にすごくないですか。あの人たちのケアマジで教えてほしいですって思った。あとねもう一個これねマジで共感してほしいんですけど、あの僕ねスカーレットって曲大好きなんですよ。でスカーレットのあの音サビめっちゃ好きなんですよ。のこう踊るとこでで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 でって踊るとこあるじゃないですか。あの音サビめっちゃ好きなんですね。でスカーレットって何年前の曲、2、3年前、もう3年ぐらい経つのかな、曲なんですけど、あのスカーレットの曲の使うところ絶対に間違えてると思うなんかさあれスカーレット絶対にパフォーマンス曲じゃないわけ。あれ本当にこれはファンのもう一意見、マジで一意見だとして聞いてください。スカーレットって絶対にトロッコ曲なんですよ。あれ絶対その方が盛り上がるのに、なんかパフォーマンスしちゃうんですよ。で2個前のライブかな、 This is JSB の時もあのスカーレットを歌ったんですけど、なんかバラードと盛り上がりの間の曲みたいなの使ってて、でパフォーマンスをしちゃうんですよね。なんかだから盛り上がりにちょっと欠けちゃう。であの曲絶対もっと盛り上がれるはずなのに、なんか今回もスカーレット歌ってくれたことはめちゃめちゃ感謝なんですけど、使い時ここかみたいな感じでちょっと正直思ってしまった。はい、これは本当に共感してくれる人いたらマジでいいねボタン押してくださいはい。でもう一個思ったのが一個ありまして、これももう反感買っても全然いいんですけど、あのアンコールってあるじゃないですか。で割とあの24カラッツの歌を歌うことが多いんですね、ステイゴールドとか。はい、ででももう3代目ももう何年ですか、結成して12年とかですかね、結成して。でもう曲も結構あって盛り上がれる曲とかいっぱいあるのに、なんで未だに24カラッツで盛り上げようとすんのってちょっと思ってしまいました。はい、24カラッツ以外にも3代目の曲で盛り上がれる曲っていっぱいあるのに、そこにそれを歌わなくても別にいい気がするんですよ。なんか EXILE とかで24歌うのは全然僕はウェルカムなんですよ。でも3代目で歌って盛り上がるのってなんかもうあなたたち歴史もあってこう長いんだから、それ以外にそう盛り上がれる曲あるよってめちゃめちゃ思いながら見てました、こうやってそう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 、なんか盛り上がるよめちゃめちゃわかる。でドームの歓声もすごい、今日とかもすごかった。であの途中でね T シャツをこう破る演出があるんですけど、で僕の推しのガンちゃんも破ってこう上裸になるんですけど、まあそれは確かに盛り上がるじゃん、みんなそれ見たいしみたいなね、女性ファンからしたらもうキャーですよ、それこそもう黄色すぎる、はい、と思うんですよ。でもなんか頼ってる感じがした、なんかわかる、これちょっと感じてほしいな、わかる人おると、おるいてほしい、共感してほしいな。そうもっともっとなんか盛り上がれる曲あるのになーと思いながら、そうなんで序盤とかめちゃめちゃ良くて、でソロのパフォーマンスだったりとか、なんか割とパフォーマーの時間多めとかってすごいよくていいなと思ったんですよ。 JSB ランドっていうコンセプトもめっちゃ良くて、あ、そうそう、最初さなんか JSB プラネットみたいな感じのニュアンス雰囲気出てましたよね。そうそう、いやそんなのもめちゃめちゃいいなと思ったんですけど、ちょっとアンコールだけがちょっとね、盛り上がってていいなとは思ったんですけど、24じゃなくても良かったんじゃないかなって思いました。そんな感じです。まあでもマジであの急遽休みになって急遽チケット取って行けたので本当に良かったと思います。はい、席もあの1階スタンドの20列ぐらいだったので
そう、前がない20列だったので、そう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 、なんで割と近めで双眼鏡でもうずっと双眼鏡で、はい、推しを拝んでました。はい、ということで今回ね、来年か来年度から推しのアリーナツアーが始まるということで、これもすごすぎません？パフォーマーでアリーナツアー回るってマジすごいですよね。そう、だからそれもできる限りはちょっと行きたい、本当に今回だけは後悔したくないそう、アリーナツアー本当に行きたいんで、ちょっとはいね、いっぱいチケット取って参戦したいなと思います。はい、という感じで、今日は、急遽でしたが3代目ジェイソルブラザーズの JSP ランドに行ってきましたという動画でした。この動画がいいなってちょっとでも共感できる、分かると思った方はグッドボタン、高評価、コメントよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。